ネイサン・ケルシー・ホールネイサン・ケルシー・ホールは、アメリカ合衆国の政治家、アメリカ合衆国下院議員及び、アメリカ合衆国有政長官を務めた。1810年3月28日、ホールは、ニューヨーク州マーセラスにおいて、アイラ・ホールとキャサリン・ローズの息子として誕生した。ホールの母親は1810年に死去し、またホールの父親は1818 18年に、 ホールの元を離れて西方へ移住した。ホールは自身が生まれた農場で1826年まで生活し、地元のオノンダがバレエアカデミーで学んだ。1826年、ホールは父親と再会するために故郷を離れ、ナイアガラフロンティアで父親と再会した。ホールはニューヨーク州バッファローにおいて父親が営む靴屋の仕事の手伝いを始めたが、間もなく、 ホールは法律の勉強をするためにバッファローを離れた。1832年11月16日、ホールはエミリー・ペインと結婚した。二人の間には以下の子供が生まれた。1826年5月1日、ホールはニューヨーク州イースト・オーロラにおいて開業間もない弁護士、ミラード・フィルモアの法律事務所に雇われた。ホールはフィルモアのもで法律を学んだ。 ホールはフィルモアと共に講師共に助け合った。二人は困難な状況を共に乗り越え、同じ労働的価値観を共有した。ホールは自身のノートにおいて自らの心情について以下のように述べた。1830年、ホールはフィルモアと共にバッファローに移り共同で弁護事業を開始した。二人は共にビジネスと政治で成功を収めた。 ホールは1832年に司法試験に合格後、ニューヨーク州エリー軍副署機関、エリー軍監督委員会書機関、バッファロー市検察官、バッファロー市議会議員を歴任した。さらにホールは1839年にニューヨーク州公平法裁判所判事補佐官、1841年から1845年までニューヨーク州民事訴訟裁判所判事、 1846年にニューヨーク州下院議員を務めた。1846年、ホールはニューヨーク州第32選挙区においてホイッグ党から合衆国下院議員に選出された。ホールは1847年から1849年まで合衆国下院議員を務めた。ホールは1848年にも同選挙区から合衆国下院議員に立候補したが、 敗北した。1850年、ホールはミラード・フィルモア大統領により、郵政長官に任命された。ホールは1852年まで郵政長官を務め、また短期間内務長官代行も務めた。ホールは、郵政長官として、最高で3000マイルを超える距離を扱う、国内郵便に対し、その郵便料金を3000とまで縮小した。これについてホールは、後に、 このように述べた。1852年、ホールは郵政長官を辞任し、ニューヨーク州北地区の合衆国地方裁判所判事となった。ホールは以後22年間にわたってバッファローを管轄した。1874年3月2日、ホールは過労によりバッファローで死去した。ホールの遺体はバッファロー市内のフォレストローン墓地に埋葬された。ありがとうございます。